どうも、カズシドです。はい、ということでね、タイトル通りでございます。マジでね、釣り抜きで本当に仕事辞めさせていただきました。もうね、理由は簡単です。もうね、マジでね、時間作れなさすぎて、もう編集だけで手一杯でした。でちなみにね、ほらやっぱり俺ってさ、ほぼ毎日動画載っけてるじゃないですか。動画とかもいっぱい載っけてますけど、まあ約ね、よくギタドラとかね、音ゲーの動画ですけどね、まあね、大体そのゲームセンターって必ず行くじゃないですか。ってなると、やっぱり時間があってもね、1時間から、本当に時間あっても4時間なのね。で、その間で、大体もう午後から10個以上ね、もう動画をストックしてから、まあいっぱい動画を残してるわけですよ。ね、いきなりまたね、話飛びますけど、やっぱね、ただね、仕事なんかね、こうやってずっとしてるうちにね、なんか本当にこのままでいいのかなって思い始めてきたんですよ。だから思い切ってやめました。あ、でもね、ちゃんとね、まあ、バイトはしておりますバイトはしてるんですけどね、まあ、でもね、だいぶね、まあやっぱり社員と比べてますとね、社員と比べるとね、だいぶね、生活は厳しくなりました。だからみんな頼む、オラにスパチャの力を分けてくれ。まあでもね、冗談抜きでね、本当に生活の方はね、厳しくなりますが、それでもやっぱさ、時間ってさ、お金じゃ買えないじゃないですか。やっぱね、このままね、何もやらないで後悔するんだったら、思いっきり、やることをやってうまくいくいかない別としても、そこで後悔した方がいいかなと思ってるんですよね。やっぱりやることやって、できるできない別としても、やってれば、あの時やってればよかったなって思えるじゃないですか。やっぱり後悔しないっていうか、まあやってれば後悔しないと思うんですよ。で、逆にずっと仕事をしていったら、これ絶対俺あの時にああやってやっとけばよかったなって後悔すると思ったんですよ。その気持ちがどんどん強くなってきたんですよね。で、ちなみにね、僕は、まあ、多分皆さんも知ってると思うんですけど、まあ、僕は船のね、船長をやってるんですよ。ぶっちゃけた話ですけどね、仕事って、はっきり言った話、いくらでも探せるじゃないですか。探そうとでも探せるじゃないですか。でも、やりたいことって、やっぱり時間限られてると思うんですよ。しかも、やっぱりそういうのって、若いうちにしかできないなと思ったんです。歳がね、歳が若いうちにしかできないなと思ったんですよね。だって、例えばさ、70歳で、まあ、野球なり、ゴルフなり、まあ、例えば旅行とか行くなりね、まあ、例えばバイクのツーリングとか、まあ、今やってる音ゲーとか、まあ、そういうのもそうなんですけど、その70歳とかでやるよりも、絶対今の、まあ、僕30代なんですけど、30歳から40歳の間で、まあ、やってた、そういうことをやってた方が、絶対に体も絶好調の状態でできるじゃないですか。やっぱり若いうちのがね、もちろんね、体もそう動くし、動くだけでもなく、やっぱりやりたいことをとにかくできますよ。本当にやりたいことはとにかくできるんですよ。だから、まあ、はっきり言いますけど、自分の夢に人生をかけました。まあね、この動画を見てね、もちろんバカにする人も結構いると思うんですよ、正直言った話。まあでも、まあでもでも、見とけよ、見とけよ。これからね、一気にね、やりたいことがね、ありますし、一気に変わりますので、もう、ぜひね、楽しみにしててください。いや、正直言った話、めちゃめちゃ不安だし、めちゃくちゃ、不安、不安だし、でも、どうしていいかわからないとは思ってないんですよ。やっぱり辞めるって言ったからね、もちろん、がむしゃらに辞めたわけじゃないですし、やりたいことがありすぎて、これちょっとやってみて、ダメだったらまた仕事に戻ればいいと思ってますし、行ければ、ね、もうこの年で行こうと思ったからね。まあ、だからこそ、がむしゃらにね、ただ辞めただけじゃないので、まあもちろんやっぱり夢って、この年ぐらいしかできないと思うので、だからね、ちょっと俺はそこにかけてますよ。かけてるというか、まあ、自信あるってわけでもないけど、いける感じもするんですよね。いける、まあそんなに自信持つとね、ちょっとあんまり、まあ正直ボンって言いたいぐらいなんですけど、いけるって感じはするんですよ。うん。だからこそ、ここは強気でやっていきたいし、むしろ、それを50歳、60歳、70歳でやってからじゃ遅い話なので、だから俺マジで、うん、本気だから。うん、マジで本気だから。まあだからね、
この行動を取らせていただきました。まるっきり仕事を辞めてね、人生かけましたので、まあね、これからね、何やるか分かってくると思います。皆さんも見ていけばね、あ、こういう感じでやっていくんだみたいになってくると思うので、まあね、有名なるならない別としてもね、やるだけやってみてどこまでいけるかなっていうのをちょっと自分のね力試しをね、ちょっと試してみたいなと思っております。そしてね、まあこれからも皆さん、こんなね和志堂をね、応援してくださる方、いると思いますけど、これからもしね俺のことついてきていただけるのであれば、これからもぜひと、応援の方、よろしくお願いします。マジで頑張っていくからな、見とけよ。でですね、こう話はこんな感じでね、まあこの動画がいいと思いましたらね、グッドマーク、チャンネル登録、そしてコメントの方もよろしくお願いします。まあコメントもね、答えられるとこと答えられないとこありますのでね、まだね、こうもう言えないことも、答えられないこともありますので、ぜひともね、お楽しみにしてください。はい、今日はこんな感じで、ありがとうございました。さようなら。